第5試合全日本タッグ選手権試合30分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより下田吉田有子の入場です。メキシコから帰って帰国第一戦になります。チャレンジャーチーム登場いたしました。青コーナーであります。早速ファンにアピール140分、吉田マリーコ、人気一等中の吉田マリコ、140分、下田おそらくメキシコのリングで大きく立つでしょう。下田の姿、下田のラウンドであります。続きまして赤コーナーより選手権チームデビーバレンコ長谷川早紀江組の入場です。絶対にこのチャンピオンベルトを渡すものか、そういった感じが読めております。チャンピオンチームの入場であります。デビーバレンコ、会長も回復いたしました。今日は長谷川早紀江のレスリングにも注目したいと思います。試合前に先立ちまして、フジテレビ様より両チームに花束が贈られます。いかにも春らしく綺麗な花束が今両チーム、そしてレフリーに贈られております後楽園ホール。今日のこの全日本タッグ選手権試合30分一本勝負はいろんな意味であの見どころが阿部さんいっぱいあるような気がしますね。そうですよね、まあ、上り調子のチャンピオン組とね、はい、それからメキシコでから帰ってきた吉田下田ですよね、はいはい、どんなの見せてくれるか ね、 そうなんですね、楽しみなんですよね、まあ、あの実は殺法というんでしょうけどもね、いろんなあの難しい技が出ると思いますけども、解説の方も一つよろしくお願いします僕はおそらく実況中継でついていけないと思いますんでね。アスカ、はい、今日はアスカ、この試合に関してはどういった点一番期待してますか。まあ、そうです、やっぱり阿部さんと同じで、まあ、今乗りに乗ってるあのチャンピオンチームにね、はい、あのメキシコでも頑張ってるっていう噂だったこの2人がどう絡んでいくのかなっていうのが楽しみですね。なるほど。なんか吉田を見てるとすごく明るくなったんで、レスリングがどう変わってるのかなっていうのがすごい楽しみです。そうそう、今日はあの選手代表でお客様にもね、はい、確かあのメキシコの言葉でね挨拶したりしてましたけども、ましたね、環境に染まりやすいタイプですけども、大いにあの染まってね、メキシコの今日は必殺技も見せてもらいたいと思います。吉田麻里子、まず登場してまいりました。大変な人気であります。吉田麻里子があのマリちゃんというリングネームでメキシコでは戦ったそうですね。マリちゃん、ミマちゃんですよ。あ、マリちゃん、ミマちゃんね、これはあのなかなか分かりやすくていいリングネームであります。デビー・マレンコとまず対決しております。デビー・マレンコだったね、マレンコ道場出身であります。負けちゃいられません。さあ、長い腕を使いました。まずデビーマレンコの攻撃であります。逆にこれを返しておりますのが吉田麻里子。さあ、この吉田そして下田美誠、3月14日にメキシコから帰国いたしまして、今日が国第一戦、どういった試合を、どういった新生命を開いた、その2人のコンビネーションを見せてくれますか。私たちも大いに期待しております。まあ、逆に言えばしかしチャンピオンチームとしてはこの2人のですね、このなんて言いますか、コンビネーションみたいなのを崩していけばね、いいと思うんですがね。そうですよね、まあ、メキシコでね、まあ、7週間ですか、はい、行ってたとはいえね、まあ、即席といえば即席のタグですからね、今日は逆に何か見せよう見せようと思ってねかえってあの付け入られるってこともありましょうからね、まあ、十分考えられますよね、はい、とにかく伸び盛りであります。新しいものをもうどん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 吸収していきます下田そして吉田のコンビです。今日はしかも全日本タッグ選手権試合チャンピオンベルトが勝っております。バックに回りました。足をかけてこれをこらえておりますのが吉田。あっと今度は逆にバックに回った。塩野さん、はいはい、チャンピオンサイドなんですが、まずデビーの話はですね、このルチャと本格的なルチャと戦うのは初めてなんです、ね、ほうほう、で多少その点戸惑いを見せてるんですが、はい、まあ、大丈夫でしょうというふうに片言の日本語でしたけど答えてくれました、はい、はいはい、それからね、はい、長谷川早紀江なんですけども体の調子ってのはどうなってるのかな今、もう干潮ですか。干潮というふうに今朝も話してました、大丈夫でしょう。そうですか、はい、調子が良くなればこの
長谷川酒屋のレスリングにも大いに注目したいと思います。ただ精神的な面でちょっと悩みがあるというのは以前と変わらずやっぱり周りにちょっと流され気味かなというのはあるみたいですね。そうですか、はい、まだ自分のレスリングがつかめてないというような話もしてくれました。下田が登場いたしました。今日はあの着物姿とかガウンを着てましたけどもねこの人はなかなかの美人ですし、メキシコじゃウケちゃうのじゃないかな。そうですよ ね、芸者ガールズですからね。そうそうそう着物姿なんですけれども、うん、今日はやってませんでしたが、あの着物に実は扇子を持っていて、扇子を振りながらの登場だったそうです。あ、そうか、メキシコじゃそのくらいやった方がウケるでしょうけどね。後、はいね、楽園ホールじゃ帰って品種を書くわかりませんので今日はでもその時の着物を着ての入場ということですかね。はい、さあ下田美馬、うんと何か派手な技を見せようといたしましたが、今のは不十分でした。なんかすごい上半身がたくましくなりましたね。まあ、下田です。ほうほう、筋肉がすごいつきました、ね。はいはい、長谷川咲そして下田美馬が対決しております。よしさ、いつものドロップキックでやります。高いところから長谷川に対しまして強烈なドロップキックの連発でした。そしてダブルアームスープレックスの体勢に入っております。綺麗に決まりました。吉田真理子ようやく自分のペースで動き出しております。さあ何か今日はちょっとメキシコ帰りの2人、自分のペースになかなか持ち込むことができません。逆にチャンピオンサイドにやられております。でもまあ今までの吉田でしたら、はい、今の脇固め入られたら、うん、まあ、そのまま入られちゃったと思うんですけど、今果敢にあの体をねじ出して反転させて逃れましたね。そういう細かいところでもすごく成長したところがありますよね。積極的に動いて、はい、ね、すぐにあの自分の体勢を作っていく。このあたりはメキシコから勉強して帰ったところかもわかりません。そして下田美馬登場いたしました。おそらくあのメキシコではですね、この下田美馬のことをメキシコのアナウンサーは美馬ちゃー美馬ちゃーなんて実況中継したんでしょう。お互いにカウントを入れております。1点2点3点の試合になりました。そして今長谷川酒井が出てまいりました。2人攻撃であります。今日はデビーマレンコそして長谷川酒井、この2人がよくあの気があった動きを見せております。さあ下田美馬、体勢を逆転いたしまして下田美馬、さあなんとか自分のペースに持っていきたいところ。相手は成長目覚ましいとはいえ後輩ですがであります。下田美馬、おっと今度は足を固めております。カウントが入りました。試合時間10分経過、非常に目まぐるしい試合展開になっておりますが、試合時間10分経過であります。おーっと飛んだ、あーこの辺り、なるほど、今あの新しい動きがありました。メキシコでおそらく習得してきたんでしょう。おーっと呼び寄せておいて、今度はあのミサイルキック、下田美馬であります。いかがですか。なるほど、考えてます。ああなるほど、おっとこれは一挙に飛ぶのか、ああこれもうまい、なるほどね、十分にあのお客様をアピールしたね、楽しんでもらおうという感じがありますですよね。塩野さん、はいはい、リング上の下田美馬の笑顔って今までありましたか。なるほどね、どうですか。なかったですよね。そういえばどちらかというと能面のような感じでね、いつも緊張感を漂わせて戦っておりました下田美馬。やはりあのああいったにっこりした笑顔ってのは受けたんでしょうね、メキシコでね。あ、そうですよね、周りの選手もね、ああいうタイプですからね、はい、そうそう、なるほどね、そういった表情なんかも微妙なところで変わっているような感じであります。下田美馬そして吉田麻里子のコンビであります。帰国第一戦になります後楽園ホール。さあまあ主にあのメキシコ帰りをアピールした上でチャンピオンベルトが入れば言うことはありません。さあ長谷川崎をどう料理いたしますか。ああ、この辺のストレッチ技、これは大したもんであります。腕を自分の足に巻きつけておいて、それから今度は足を取りました、はい、ねえ
まあ、メキシコから持ってきた技ですね。そうなんでしょうね。これは効いてます。ああ長谷川初めて受けた技なんじゃないでしょうか。そしてエルボーを落としております。エルボーの連発だ。吉田真理子今度は足を落としました。ギロチンの感じで足を落としました。そして初めて2人合体、うん、おーっとなるほど。そして今度はどうするんでしょうか。あーたったったった合体技合体技。あーこれは長谷川たまりません。長谷川たまりません。なるほど。しかし当然今カウントが入りました。レフェリーのカウントが入りました。徐々に自分の動きが出るようになりました。メキシコ帰りの吉田そして下田美誠。そして今下田美誠にタッチいたしました吉田真理子であります。まあ、下田美誠選手も本当にあのアスカね、はい、もうそろそろ今年あたりが転換期といいますか、もう最後の残された1年だったかも分かりませんが ね、 そ う、 ですね、そういった意味では今回のメキシコ遠征というのはすごいいいチャンスだったと思いますね。 あとは帰ってきてその培ってきたものをね、はい、日本でどうこう身にしていけるかということですよね、うん、そしてあの下田吉田の後はですね今度北斗と三田悦子がメキシコにまた遠征するんですか。はい、あ全日本女子プロレスは安倍さん次々にやはり選手たちをメキシコに送って、うん、メキシコってのは何たって格闘技プロレスの本場ですからね、ここであの新しいものを選手に吸収させるっていうのはとってもいいことじゃありませんか。そうですね、いい気分転換にもなりますね。あそうですね、もう帰ってくると、まあ、帰ってきた当時はみんな生き生きしてますよね、うん。まあ、問題はこれをね本当にあの自分の肥やしにして多く花開くかせるかどうか、このあたりがポイントであります。ぜひそうなってもらいたい。下田そして吉田両選手であります。今日は願ってもない全日本のタッグチャンピオンベルトがかかりました一戦であります。さあ下田多分あの今まで下田のやる技でね、今かすかにお客さんが今のミードロップでおーと言いましたけど、おーおー、ああいうことは今までなかったですね。はいはいはい、だからすごいなんかさっきの笑顔でもそうですけど、うん、自分に対してある程度ちょっと自信が持てたんじゃないでしょうかね。あそうですか。それからねやはりあのアスカなんかも現役の時に感じたでしょうけども、はい、やはりあのリングの上からお客様にねいろんな意味で、まあ、あの実際に言葉を交わすんで話しかけないと、はいはい、お客様に何かをあのメッセージを伝えないと、ね、やはりお客様の反応ってないわけでしょ、はい、これが大切ですよね。やっぱり一方通行ではなくてね、うん、まあ、ある意味キャッチボールというんでしょうかね、はいはい、そういうことをしていかなければいけないですよ ね、 ねですからファンをお客様を味方に引きつけてどう戦っていくか、これがプロレスの楽しいところだと思います。まああのジャガーなんてもいつもそのことを言ってましたからね。そうですね、年がら年中やっぱりプロレスのことを考えてないと、はいはい。さあデビーマレンコトップロープから行きました。これは吉田、ああ後頭部を打ちました。さあ長谷川が抑え込みの体勢に入ってカウントは2であります。ボブヤガは早くも汗びっしょりであります。さあ今度は腰を打ちました吉田真理子。長谷川さっきへという選手はその技がやはり相当に迫力があって相手にダメージを与えるんでしょうか。まあやっぱりね、まあ、これですよね、一番のダメージはね。なるほどね、はい、強烈なキックがあります。なんとも足が長いですからね。そうですね、このそばとやっぱりまあさすがですね、射程距離が長いってこともありましてね、はい、相手にとっては本当に快適な攻撃であります。さあ今度は、ね、後頭部をまた打ちました。どうするか、おおそのままどうでしょうか。カウントは素早くこれをかわしましたのが吉田真理子であります。そして今度は下田今が登場してまいりました。デビーマレンコ下田の戦いになりましたが、おーおー下田がちょっと早い動きを見せました。これはしかし不十分であります。今度はデビーマレンコ一発あの平手打ちであります。デビーマレンコもなかなかあの性格的には強いものを持っているようであります。場外戦になりました。2人ともまた素早く上がってまいりました。さあスピーディーな試合の展開であります。エルボーを落としましたデビーマレンコ。下田今なかなか思うようにまだ動けていないようであります。おーこのまま落とすかーんと、カウントは2でした。吉田が入ってまいりました。メキシコから帰ってまいりました吉田そして下田のコンビであります。今日は全日本タッグ選手権試合、足を伸ばしてわずかに
カウント3を交わしておりますのが下田美誠であります。長い髪の毛をつかまれております。ロープに振られました。さあデビーマレンコどうか。逆に今度は下田美誠反撃に転じました。さあもう一回行くか。髪の毛をね波かせるようにいたしまして下田。さあ今度はどうか。もう一つ。今なんかのあの下田美誠の動きなんですけどもどうですか。いややっぱり行く前と比べるとね、まあ、一つ一つ良くなってるような気がしますよね。あそうですか、まあ、最後のねフライングラリアともう一つ当たりがある感じですけどね、うんはいはい、その前の技あのフライングネックウェイがドロップ、はいはいはい、あなんかもねちょっとずつ変わってる見てるのかなという気がしますよ ね、 なるほどね。お客様にアピールしようという気持ちがありますかね、アスカはどうですか。そうですねやっぱりあのジャンプ力がついたんじゃないかなという気がしますけどね。そうですか。ただ昔は自分で飛んでるだけだったんですけど、体育時間を気持ち長くして自分の体重を乗せて一緒にバウンドしてますから、それも相手にかかるこう荷重っていうのが大きいと思いますよ、はい、あそうですか。塩野さん、はいはい、その下田美誠なんですけれども、向こうで6週間で30試合ぐらいですか、やりまして、はい、今までって失敗しちゃうともう萎縮しちゃって体が動かなくなっちゃってたんですって。それがもう失敗したら失敗したらいいやと、次の方にもう結びつけて、はい、新しいね、展開をどんどんしていかないとダメなんだっていうのがやっと分かったと、そのためにやっぱり一つ一つの技が大きく見えるようになったし、だから体力的にはそれほど変わってないっていうふうに本人は言うんですよ。ああそうですか。ジャンプ力が多くなったわけでもないんだけれども、はいはい、何か一つ一つの技にすごくキレのあるような、自分でもそういう感じがするっていうふうに言ってましたね。なるほどね。お今なんかもねなんか万事に入るのかと思ったらねそのままあのローリングしておりますけども下田美誠、まあ、いろんな意味でとにかくあの全日本女子プロレスは今ヒールの時代と言われておりますが、やはりベビーフェイスで育ってもらいたい、ね、素材の一人ですよね。そうですよね、はい、もうちょっとベビーフェイスの層を厚くというよりもね、やっぱ傑出した選手が出ないとそろそろダメだなという気もしますよね、はいはい、今日の後楽園ホールなんかも女性ファンも多いんですけども、しかし若い男性ファンもたくさんいますしね、やはり心情的に下田美誠を応援する男性ファンが多いんじゃありませんかかもしれないですけどね、そういった期待にもぜひ応えてもらいたいところであります。デビー・マレンコ、このしてもアスカ、はい、なかなかあの日本流の、まあ、テクニックも身につけて多く成長しつつありますですね。そうですね、いやあの私思うんですけど赤コーナーのこのチャンピオンチームっていうのは、はい、あの本当になんていうのかな、こうタイミングが少しずれてるところがこのチームの魅力なんですよ。ほう、だからなんていうかそこら辺に少しこう止まってる部分っていうのが青コーナーにはあるんじゃないかなって。あ攻めにくい、あそうですか、これ荒削りというか、なんかちょっとタイミングがちょっとずれてるところがね、魅力なんですよ。なるほど。けれどもあのメキシコで勉強してきたこの2人にはやっぱりちょっと考えぐねてるところがあるんじゃないかな。相手のリズムをうまく利用しながらもう少しあの、早いテンポで試合をしたいのに、そうです ねちょっとあのかわされると。そうなんですよ。あ分かる分かる、それはあるかも分かりません。さあ長谷川そして今下田の対決になっております。逆にあのですから青コーナーは阿部さん、自分たちのやはりペースになんとか相手にも持ってこなくちゃダメですよね。そうですよね、自分たちの試合のペースが作れてないわけですよね。20分経過、この試合は1分経過であります。長谷川強烈なダブルアームスープレックス。さあ苦しい体勢になりました下田美誠。こらえてなんとか吉田真理子にタッチしたいところであります。下田さあどうでしょうか。長谷川ここで吉田にタッチいたしました下田美誠。さあ長谷川もちょっと疲れてきたんでしょうか。ああこれは空振りだ。吉田真理子どうも自分の思うタイミングで技を出すことができません。今度は綺麗に決まりました。相手はデビー・マレンコであります。さあ早いドロップキック2発を連発いたしましてデビーマレンコ場外か。この辺りはね場外に飛ぶのは十分メキシコで勉強してまいりました。確かにメキシコ の男子のプロレスなんか見てますともう本当にカルバダシのような感じで飛んでますからね。さあ長谷川ちょっとチャンピオンチーム優勢になってまいりました。さあ体勢は逆転しておりますがどうでしょうか。おっと下田どうでしょうか。一気に場外に飛びました下田。さあ
ちょっとこちらから見えません。長坂君、ちょっとですね、吉田が膝を打ったようですね。そうですか、はい、先ほどの場外へのダイブの時にちょっと膝を打ったようですね。あ、本人それほどちょっと足やっぱり引きずってますね。うん、そうですね、あるいは右足なんでしょうか。さあ場外戦がありまして、ちょっとハッといたしましたが、まあ、大したことはないようであります。うまくかわしました。さあ今度はトレビーマレンコいった、これは強烈であります。2人をまとめてローリーいたしました。レビーマレンコ一気に飛ぶか。さあ、あっとこれはちょっと失敗だ。さあジャンロープの上、虎視眈々とチャンスを狙っております。今日はあのメキシコ外の2人が相手ということで、チャンピオンチーム側もですね、負けていられないぞと何かやってやろうという作戦があったんじゃないですか。まあ、いろいろ考えてますね。いろいろね、はい、それがどうも今一つ、空回りしている感じもあります。さあ吉田真理子、足が流れてまいりました。いや今のカットの透かし方でもね、はい、今までの下田には見れませんよ。なるほどね、はい、まあ、あの積極的なレスリングと、そういった意味ではメキシコから帰ってまいりまして、十分に汲み取れるものがあります。下田今、そして吉田真理子であります。ああ、この辺りはうまかった長谷川、ね、長谷川得意のキックが出まして、吉田真理子ちょっとボディをね打たれたようであります。さあロープに振りました。今度は2人攻撃でありますが、うまく吉田真理子かわしました。さあこの辺りからなんとかなんとかチャレンジ切る。おお、カウントはどうでしょうか。カウントはまた入ってローリーズ、逆転、逆転勝利、チャンピオンチーム。あーっという形でしたね今のは。はいはい、はい、チャンピオン長谷川早紀選手、鮮やかな鮮やかなスリーカウントでした。まあ今日はあのメシコから帰ってまいりましたミマちゃん、そしてマリちゃんのコンビでありますが、十分に自分たちが試合前にね立てていた作戦がその通り進まなかったと、やや不完全燃焼に終わった一戦ではなかったでしょうか。全日本タッグのチャンピオンチームが今戻ってまいりました。どうぞおめでとうございます。さあ最後一発逆転のフォールでしたけれども、今日のポイント、勝ったポイントっていうのはどこにあったんでしょうか。っていうかあの、うん、相手があのルチャサップを出してくると思って、もうそればっかり意識しすぎて、うん、全然自分も教わっても全然出せなかったし、デビーもサブミッション入ってなかったし、てか自分の試合ができなくて相手のペースでずっとやって、で最後に逆転したって感じなんですけど。いやでも見事でしたねあれはね。そしてデビーですけれども、だんだん最近日本語上手になってますけれども、今日はどうでしたか。あ、今日あすごい。ルチャはどうでした、向こうの。ルチャちょっと変、うん、ミマちゃんとマリちゃんでメキシコ、ロングタイムでしょ。あとメキシカンスタイル、ハスガは私全然わからないでしょ。そう、トゥデイちょっと難しい。難しかった。そう、でも見事にその中で逆転のフォール勝ち、見事収めまして2度目の防衛に成功いたしました。